はい、皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンペイアプリの使い方、配信前の準備としてチャージ方法やナナコについて解説ということで、今回はですね、セブンイレブンが提供するセブンペイの公式ページがすでに公開されていたので、まあそちらを参照しながらお伝えしていこうと思います。ということで早速登録方法からお伝えしていきたいと思うんですけど、まずこちらの画像を見ていただきたいんですが、こちらの画面はすでにアプリとして配信されているセブンイレブンのアプリがあるんですけども、今回はこのセブンイレブンのアプリの中に、このセブンペイの機能が追加されるようになっています。なので事前にセブンイレブンのアプリだけ登録して会員登録しておくことが良さそうですね。ということで早速こちらの新規登録ボタンをタップします。そして次に利用規約にチェックを入れて同意して、これで登録完了というめちゃめちゃ簡単でかつシンプルということですね。で次に支払い方法なんですけども、セブンペイのアプリを立ち上げた状態でここのセブンペイ支払いスラッシュチャージとあるので、ここをタップして、そしたらここでバーコードが表示されるので、この画面を店員さんに見せるだけで決済は完了という、これもめちゃめちゃ簡単ですね。で次にチャージ方法なんですけども、今回大きく分けて5つ方法があります。クレジットカード、セブン銀行デビット、セブン銀行 ATM、 7個ポイントでチャージ、レジで現金チャージということで、この5つの方法なんですが、一つ思ったのがですね、他の銀行口座からのチャージ方法がなさそうだっていう感じがしました。まあ例えば楽天銀行とか三井住友銀行とかですね、とは言ってもまあ現時点ではセブンペイ自体っていうのはセブンイレブンでしか使えないので、まあお店に行くだけでまあレジやセブン銀行 ATM で簡単にチャージできそうなので、まあ今のところ他の銀行口座と連携する必要はなさそうだなっていう風に感じたんですかね。まあ個人的にはまあできれば他の口座と連携する方がちょっと助かるなという風にも思いました。次に7個ポイントについてなんですけども、通常は200ポイントになってます。200ポイントで1ポイントつくようになってるんですけども、対象商品の購入でまあ今回のその通常ポイント200円ごとに1ポイントに加えてプラスボーナスポイントがつく商品もあるということですね。あと溜まった7個ポイントっていうのは1ポイント1円としてセブンペイにチャージして使うことも可能となってます。ちなみに7個ポイントからのチャージ方法も出ていまして、ここの7個ポイントでチャージをタップして、すべてのポイントを使う、もしくは一部のポイントを使うというどちらかを選択してチャージをタップすれば7個からもチャージは完了となってます。ということで今回はセブンペイアプリの使い方についてお伝えしました。まだですね、公式ページで一部しか紹介されてないので、もしアプリが配信されたりですとか、まあ更新情報があればまた随時動画にしていきたいと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。